マイプロジェクト TV の伊藤健です。以前に牛久大仏とか奈良の大仏とかその大きな仏像を見に行った動画をね何個か出したと思うんです。一方日本一小さい鎌ヶ谷大仏を見に行った動画を出しましたよね。出したっけ？なんか思い返すとやっぱりね大きいものの方が凄みというかねありがたみがあるななんて思ったわけです。ちなみにどうできるやつのテクニックに結びつけたのかっていうのは覚えてないです。面白いデータがあってアメリカの大統領になるには身長が高い方が有利っていうやつね。ドナルド・トランプ大統領はライバルとされる候補者を文字通り見下げ身長の低さを嘲笑うことがある。実は米国には大統領選においては身長が高い候補が勝つという長年の法則がある。記事によるとアメリカでは過去21回の大統領選挙のうち18回で身長が高い方が勝ってるってこと。本当かよ。2008年の選挙では 185cm のオバマさん対 175cm のマケインさん、2016年の選挙では 190cm のトランプさん対 174cm のヒラリーさん。トランプさんなんかね記事によってその身長がね微妙にコロコロ違うんですけどまあトランプさんは大きいわけで今回トランプさんと選挙戦に臨むバイデンさんの身長ってどんなもんじゃいって調べたら意外に高くて 183cm だから過去の法則に乗っかれば 190cm のトランプさんが今回は勝つっていうことになるわけだ。ロシア有名なやつですけどロシアにもこういうなんか法則がありまして、ツルフサの法則ってやつご存知の方いらっしゃると思います。ツルフサの法則とは、ロシアの最高権力者が、今、プーチンさんでしょ ?1 個前はメドベージェフさん。で、その前はプーチンさん。さらに前がエリツィンさんで、その前がゴルビー。ハゲ頭とそうじゃない人が交互に最高権力者になってるっていうロシアの法則ね。ツルフサの法則。遡ると、1825年っておよそ200年前からね、その法則になってるっていうか、別にプーチンさんハゲてるわけでもない。まあつるっとしてるけどさ。そんでアメリカはその大統領選一騎打ちってなった時に身長が高い方が勝つっていう法則になってるわけよ。こんなん偶然だろうとね思うんですけど、記事によるとトランプさんがライバル候補者たちの身長をわざと小さく言ったりとかちび呼ばわりしたりとか、そもそもその選挙戦で身長のことを話す状況ってのは日本人の我々からしたらねちょっといまいちよくわかんないですけど、まあ、トランプさん戦略としてわざとやってんだろうな。さらに興味深いのが Google の発表でその大統領選ってさこう討論会ってなんかあるじゃないですか。討論会の最中最も検索されたワードがその政策とかじゃなくって候補者の身長だったとのこと。なんだろうね、その身長を気にするのはアメリカの国民性なのか、もしくはこう明らかに不自然な討論会だったのか。それ言うとバレバレのずらかぶった頭髪不自然な人の討論会ってどうなったか。ステレオタイプでさアメリカ人ってその大きいものを良しとする文化みたいなものがなんかあるとかないとか聞くじゃないですか。だから大統領選も大きい人が勝つんですかね。どうなんだろう。でも意外と知られてないですけどアメリカ人男性の平均身長っていうのは 171.9cm、 世界の男性の平均身長が 172.9cm なんでアメリカの男性の平均身長って世界の平均よりも低いんですよ。それなのに過去のアメリカの大統領の 42% がアメリカの会社役員の 58% が 183cm 以上。つまり政治家に限らずその身長が高い人がその社会でのし上がっていけるっていうね、そういう社会なのかもしれないですね。僕なりにはですねその印象の部分っていうのが印象ねその見てそれをどう捉えるかっていう印象の部分がすごく大きいと思ってて、身長が高い人っていうのは包容力があってそのリーダーシップもあって、まあ、優秀に見えるんだろうね。そういうある種の錯覚で大きいものはいいものとか身長が高い人は優秀みたいな感じになっちゃってんのかな。だから身長が低いからといって別にその人の能力が低いわけでもないし、それでも案外周りっていうのはその偏った見方をねしてしまうわけですよ。身長高い人が優秀に見られやすいんだったら低い人は低い人でね親しみやすさとか愛されやすさみたいなそういった属性はあると思うんですけどね僕、それも多分偏った捉え方なんだろうな。一方いやいやそれ偶然じゃないからメンタルとフィジカルは密接につながってるって言ってたのが以前にもご紹介したドイツのエルンスト・クレッチマン博士の性格類型ってやつでしたよね。体型によって人間の性格ってのは違うんだぜっていうお話、動画説明欄からねちょっとぜひともご覧になってみてください。ということでですね今回の大統領選どうなるか分かんないですけどその過去の身長が高い人が勝ってるっていうそのなんだろうねその法則からすると今回トランプさんが勝つんじゃないかっていうお話です。視聴者さんの中にはそんな身長ごときで他人の見方が変わるみたいなことないよっていう人もいるかもしれないですけど、例えば芸能人でさチョコプラの長田さん、そろりの人ね、あの人高く見えるんだけど、体もなんか鍛えてらしてさ、高く見えるんだけどあの人身長168センチ、意外じゃない？体操の内村選手が162センチ、パワフルな歌声歌手の MISIA さんが153センチ。僕はですね、この人たち意外と小さいんだなって思いました。これってだからあれじゃないですか、そのテレビで活躍するすごい人イコール身長が高いと感じてしまうってやつ、それまさにその錯覚ですよね。岩崎宏さんこの人161センチなんだって意外だよな。オーラ出まくってすごそうだから、勝手に僕の脳内の中でこう巨大化。チャンネル登録よろしくお願いします。